In the vocabulary section of JLPT, you have a lot to deal with nouns and adjectives. In today's mock test, let's take a look at 8 topics often appearing in the vocabulary section of JLPT. First, let's give it a try.先週ディズニーランドへ行きました。妹は先月結婚しました。今年のクリスマスは月曜日です。Make sure you know how to read the date and time from kanji to hiragana, or conversely from hiragana to kanji. この本は3000円です。この本は3000円です。ボールペンが6本あります。ボールペンが6本あります。部屋はあのアパートの2階です。部屋はあのアパートの2階です。Make sure you can choose the appropriate reading for numbers and counters.As you have learned from the test, there are exceptional readings for counters. Make sure you can read them correctly.右に曲がると郵便局があります。
東側に公園があります。東側に公園があります。椅子の上に猫がいます。椅子の上に猫がいます。Vocabulary and kanji for directions frequently appear on the JLPT.Make sure you remember and know how to read them correctly. あの川の名前は何ですか？あの川の名前は何ですか？今日は強い風が吹いています。今日は強い風が吹いています。海は青いです。海は青いです。Vocabulary and kanji for nature frequently appear on the JLPT. Make sure you remember and know how to read them correctly.毎日学校へ行きます。毎日学校へ行きます。この町は高い建物が多いです。この町は高いビルが多いです。この町は高い建物が多いです。この町は高いビルが多いです。Thank you.
会社は家から遠いです。会社は家から遠いです。Vocabulary and kanji for places frequently appear on the JLPT. Make sure you remember and know how to read them correctly. ¿Nihon no kuruma wa takai desu ka? ¿Chizu o yomu koto ga dekimasen? お金がありませんから払うことができません。Vocabulary and kanji for objects frequently appear on the JLPT. They can be stationery, clothing, things used at home, and so on.私の兄弟は妹と弟です。あそこに鳥がたくさんいます。こちらは私の両親です。こちらは父と母です。
Vocabulary and kanji for people and animals frequently appear on the JLPT. Make sure you understand the meaning and read them correctly.電気を消しましたから、部屋が暗いです。電気を消しましたから、部屋が暗いです。一番安い服をください。一番安い服をください。映画は面白くなかったです。映画はつまらなかったです。映画は面白くなかったです。映画はつまらなかったです。テストは難しかったです。テストは優しくなかったです。テストは難しかったです。テストは優しくなかったです。Questions about adjectives definitely come up in the JLPT. Make sure you can distinguish between two types of adjectives and their negative form and past form as well.先週ディズニーランドへ行きました。妹は先月結婚しました。妹は先月結婚しました。今年のクリスマスは月曜日です。今年のクリスマスは月曜日です。
この本は3000円です。この本は3000円です。ボールペンが6本あります。ボールペンが6本あります。部屋はあのアパートの2階です。部屋はあのアパートの2階です。右に曲がると郵便局があります。右に曲がると郵便局があります。東側に公園があります。東側に公園があります。椅子の上に猫がいます。椅子の上に猫がいます。あの川の名前は何ですか？あの川の名前は何ですか？今日は強い風が吹いています。今日は強い風が吹いています。海は青いです。海は青いです。毎日学校へ行きます。毎日学校へ行きます。この町は高い建物が多いです。この町は高いビルが多いです。
この町は高い建物が多いです。この町は高いビルが多いです。会社は家から遠いです。会社は家から遠いです。日本の車は高いですか？日本の車は高いですか？地図を読むことができません。地図を読むことができません。お金がありませんから、払うことができません。お金がありませんから、払うことができません。私の兄弟は妹と弟です。私の兄弟は妹と弟です。あそこに鳥がたくさんいます。あそこに鳥がたくさんいます。こちらは私の両親です。こちらは父と母です。こちらは私の両親です。こちらは父と母です。電気を消しましたから、部屋が暗いです。電気を消しましたから、部屋が暗いです。一番安い服をください。一番安い服をください。
映画は面白くなかったです。映画はつまらなかったです。映画は面白くなかったです。映画はつまらなかったです。テストは難しかったです。テストは優しくなかったです。テストは難しかったです。テストは優しくなかったです。Please subscribe to for more upcoming lessons.